さて今回なんですが、高校府から企業案件を受けまして、まあ、平たく言うとポケカのダブルレアとトリプルレアを50円で買い取りするから宣伝してくれって話だったんですよ。でね、高校府の店長やってるモルさんから、前にカーナビル送ったみたいにうちに送ってくれてもいいよみたいなことを笑顔で言われたんですよ。だからまあこっちもね、笑顔で了解ですと回答しました。さて深い意味はないんですが、この動画を出してから4月31日までの間、フラット工房でポケカのダブルレアトリプルレアを50円で無限買い取りします。深い意味はありませんが、来月が非常に楽しみです。でこの無限買い取りですね、スタン落ちしてるカードは対象外になります。あのスタン落ちの見分け方についてですが、カードの左下見てもらって CDE のいずれかが書いてあれば OK です。で逆にそれ以外のカードは50円買い取りの対象外となりますので送らないでください。そしてこちら7月31日までに連絡をいただいた分に関しては、発送が8月になっても50円買い取りを約束します。概要欄に注意事項と買い取り手順を記載した URL 貼っておきますので、買い取り希望される方はぜひそちらの方確認よろしくお願いします。であともう一つシンプルなお知らせなんですが、本日7月23日の22時よりフラット工房のネットショップから特大夏休みオリパと題しまして、1000円オリパを驚異の3000パック販売します。当たり一覧はこんな感じ。こちらお一人様6パックまで購入可能となってるんですけど、これあの封筒の都合で6パックしか入らないってだけなので、まあその6パックを複数回購入するのは OK です。もしよければぜひチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上です。次回お楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。